門絶生態光信です。どうもこんにちはです。今日はね、こういうふうにビデオを撮ったのはなんでかって言いましたら、今度ね1月の22日に、1泊2日で釧路の方に行こうと思ってます。でその時にいつもだったら一人旅行で、まあ、気軽にお酒飲んで、まあ、プラプラ観光して終わっているんですけれども、今回はねちょっと思いついたのでやってみようかなと思います。1月22日で、釧路近辺にお住まいの方でどうしても私のマッサージ悶絶整体を受けたいよという方は、対応いたします。でそれも、大体ねホテルにチェックインできるのが、15時から、18時ぐらいまではねちょっと、お仕事モードにしようかなと思いますので、その時間帯にどうしても受けたい方っていうのはねどうぞご連絡ください。1人、30分1万円で対応させてもらいます。ですのでどうしてもね前からね地方で遠かったんだけども、受けてみたかったけど遠かったっていう方で釧路に近い方はどうぞご連絡ください。 LINE アット下の方からね LINE アット今 LINE オフィシャルとか言うのかな LINE があの下に、書いてますから、そちらからねご連絡ください。予約サイトとかも全然対応できませんからね、そこまでちょっとやってる暇がない。で、今回はね釧路なんですが、釧路以外にもうちの方にも来てよ先生っていう風な人がいるのであれば、2、3人コメントがあった地方には僕もちょっと旅行で行ってみたいなっていう気にもなってますから、コメント欄にいろいろ書いておいてもらえば、時間が合えば行ってみようかなと思います。まあ、よく行くのは新潟とか仙台とかその辺はね結構安く行ったりとかするので、それ以外の地域で行ったことない ところとかそことかはね行ってみたいなと思ってますから、そういうふうなことをねこれからねちょっとこうやってブログで宣伝、YouTube でやってみて連絡が来てどうなるかやってみようかなと思います。まあ今のところは国内限定で、海外も複数名集まるようであれば、まあ、韓国ぐらいだったら普通にすぐ行くんで、まあそれも楽しいかなと思ってますけれどもね、まあまあこれからはそんなことを考えています。以上門絶整体光信でした。